皆様、はじめまして。今回 MC を務める明日ジョーでーす。イエーイ。ね、こちらのチャンネル名はなんとチャンネル TV。 はい、で今回ね、第1回目ということでスポンサーの方をお呼びしております。ではご紹介しましょう。ヨシイズストイックさんです。お願いします。お願いします。イエーイ。で、今回スポンサーのヨシイズストイックさんに質問してみた。じゃあこちらの方お願いします。お願いします。はい、今回質問の前にまず TV テープっていうね、これの説明をさせていただきます。こちら TV テープとはテーピングメーカーがブレイクダンサーのためにブレイキンに特化したテーピングを製作いたしました、ね。このプラケースの中に入ってこのね、かっこいい黒いの、これは赤ちゃんね、の迷彩のテープになります。ゲストです、お呼びしたんですけど、今回質問コーナーやってみたけどですね、はい、お呼びしてきました。お願いします。お願いします。自己紹介お願いします。はい、私ヨッシュイズストイックと申します。そうですね、自己紹介、年齢とかそうですね、年齢とか、レペゼンチームですね。レペゼンチーム、はい、レペゼンチームは、ガンスモックブレイカーズ、ジュースクルー、ベラミーズっていうチームに入ってます。御年32歳です。いい年になってきました。ダンス歴がもう19年、来年で20年になります。はい、お長くやらせてもらってます。だいぶ長いですね。20、そうか、中学2年生、3年生くらいから。お13、14歳くらい、うん、だいぶですね。だって僕も12年ぐらい、8歳くらいじゃない、うん、ジョーが8歳なの。いや、多分違うと思うんですけど、それだったら年齢おかしくないと思うんですけど。え、今何歳？僕ですか。僕は今28なんで。あ、じゃあ28。はい、うん、4つ違うと思うんですね。8歳。8歳、絶対違う。子供や、子供ですね。本当に何してたって話ですか。遊戯王カードやったんじゃん。遊戯王カード。8歳遊戯王カード、まあまあ早いね。まだ早いですね。はい、まあそんな感じですね。ブレイクダンスをメインでやってます。はい、どんな活動をしてるんですか、ね。まあ、活動は、まあ、そうですね、ブレイキンをこんだけ長くやらせてもらってて、まあ、ダンスを教える、うん、まあ、指導者としてっていうところがまず一つと、うん、でブレイクダンスの大会に出て、ほうほう、はい、でこう、まあ、自分 の, この結果を、ね、はい、求めたりとか、まあ、そこに行く過程のこう実感、はい、まあ、そこで自分が成長していくことをこう楽しんでたりとかです、ね、まあ、こう人生がやっぱり豊かになるというか、うん、まあ、それを常に追い求めてやってます。うん、ストイックですね。あの大会って言ったら、どういう大会とか基本出てるんですかね。国とかってあるんですか。大会はそうですね、まあ、いろいろですね、まあ、それこそ、まあ、地元でやってる小さい大会もあれば、こう全国レベルで、うん、こういろんな地方予選があって、こう日本の、一番を決めるような大会とか、はい、で、まあ、もう20年もやってて、まあ、結構いい結果も残してきてるんで、うんうん、世界大会っていう、まあ、いろんな国に呼ばれて大会に出たりとかっていうのもあります。はい、そう、世界行ったことないんですけど、やっぱどういう国とか面白いとかあるんですか。逆に大会行って、まあ、大会出に行くんじゃないですか、うん、大会後とかってどういう楽しみがあったかってあるんですか。まあ、自分の経験としてはやっぱりその大会の後はアフターパーティーっていうのがあったりとか、終わってから本当にみんなでパーティーする、お酒飲んだりとかもあるし、こうちょっとゲームして遊んだりとか、みんなでゆっくりチルしたりとか、なんかこれって結構ブレイクダンス特有かなと思って、まあ、そうですね、なんかこう、普通のスポーツって、こう例えばサッカーで試合したら、その敵チーム同士が一緒に飲みに行くって絶対ないないですね。このブレイクダンスやから、なんかその終わった後も、みんなでこう戦った後、バトルで戦った後も、みんなで仲良くなって遊んで、でなんかバトルしてさっきまで勝ち負け決めてたのに、そのあとはみんなめっちゃ仲いいみたいな。ああ、いいですね、やっぱりね。まあ、これやっぱヒップホップですね。ヒップホップですね。うん、ブレイクダンスの中に、僕もブレイクダンス大会負けて、勝った人だと、ね、お酒飲んだりとか、ご飯食べたりとかするんで、そういうブレイクダンスのいいところだと思うんですね。
ガンスモークブレイカーとかそのジュースクルーとかって、まあ、どこのチームなんですかね、どういった感じのチームなんですか。まあ、まずガンスモークブレイカーズはもともとは兄貴のチームなんです。それも初めて知らないです。そうそう、兄貴がもともとこの寝屋川でやってて、はい、でその兄の影響で、まあ、僕もダンスさせてもらってて、でそこから、まあ、兄貴はもうだんだん仕事とか結婚でダンスできなくなるんですけど、まあ、自分は結構、まあ、そういう、まあ、兄貴がだいぶ後押ししてくれてダンスできる環境を結構作ってくれて、はい、で、まあ、このダンスを続けている状態、うん、まあ、若いと、あ、そうそうそう、中学高校とか、うん、かなりその兄の応援があって、そうそうそう、でそこからまあ自分もいろんなチームをまあ経験するんですけど、まあ、やっぱ なかなか長く続かなかったりとか、うん、まあ、やっぱ作ってもなくなるっていうのが何回かあって、うん、その中でまた原点に戻って、まず寝屋川でこう長く強いチームを作ろうと思って、おでそれでチーム名どうしようかなってなった時に、兄貴がやってたダンスモークブレイカーズっていうチームをまあ引き継いで、はい、名前をもらってやろうっていうふうに決めて、はい、っていう形ですね。でそこから本当にその期限を決めて4年以内に日本代表とあ期限を決めて、でその時ネアガで一緒にやってた亀梨、はい、あ、はい、フリーザを誘ってこう始める。へえ、そこの、まあ、お二人もあって今の吉さんもいて3人で出来上がったんですか。そうね、最初はそうだね。そこから近くにいた若い子も入れようってなって、あのソータスカイになって、ああはい、そうそうそう、で最初はそこ4人が結構グッと最初やった。ああ、うん、それ始まったんですね。そうそうそう、お兄さんが中心そのきっかけであったのは全然知らなかったです、うん、でやっぱりこう地域を、まあ、こう盛り上げる、かつその地元でやっぱメンバーとか作ってやりたいっていうのがあったから、まあ、ガンスモークはもう本当にそこから始まったから、うん、今こうやってスタジオも寝屋川でやってたりとかっていうのがメインなので、まあ、3年チーム3年やって日本代表取るっていう、おー、 UTL B-Boy チャンピオンシップのジャパンで優勝させてもらって、はい、そう日本代表になれた、念願かなう、すごいですね。やばいな、その3年で世界取れるって、うん、そういう期限じゃない、日本ですね、日本取れるってすごいですね。その期限あってやっぱ違うんですね、その期限決めてチームやってくるって、うん、まあ、やっぱり何個かチームやってて漠然と やってしまってたところもあったり、まあ、多分それがその時の実力とかもあるんやけど、はい、やっぱこう期限決めてガッてやった方が集中力も上がるし、はい、でやっぱ結構チームバトルとかだとルーティーンが必要だったりとか、戦略っていうのがすごく大事になってくるから、はい、それをやっぱみんなで考えたりとか、それを固めるでこういう風に持っていこうっていう、それをやっぱこうやる集中力がほんまに期限決めた方が当たったから、やっぱそういう日本予選とかも、はい、ある程度ルーティーン1日1年間でここここここって予選が決まってるやん。ああそうです、はい、決まってますね。大体6月にこう地方予選があるってなったら、大体その翌年も6月にある、うんうんうん、から それそこに向けてダメやったら1年間また練習して、はい、でまた6月に向けてやる、結構そういうのがだんだんこう身についてくる、うんうん、でそれを3回繰り返すうちによりこう固まってくる、チームとして強くなってきて、でなんかやっぱここが弱いなっていう、パワームーブもっと強くないとなっていうので、はい、メビウスが入ったりとか、あーチームとしても個人としても足りないものを支え合いながら、あ、そうそう、うまくやっていくためにどんどん強くなっていく、やっぱそういうの大事なんですね。こう自分らが持ってへんものを違う人にこう頼んで入ってもらうって、そうそうそう、うん、ありがとうございます。あとは、そうですね、この地元、寝屋川とは、なんかいいところがあったりするんですか。寝屋川はね、いいところね、もう徒歩圏内に大体の生活用品がある。それいいですね、最高。最高ですね。自分も育ってきた町だし、はい、うん、なんか、なかなか他に行くってことが難しかった。寝屋川いいところ、寝屋川いいところ、そう、で結構ダンスもね、熱いな。あ、そうですね、そうそうそう、まあ、ガンスのスタジオもあるし、はい、他にもサニーフットとか、あ、はいはいはい、プレイグラウンドっていうところとピンクチャイルっていうところ
要素ですね。そう、そこの4つが結構大きいスタジオであって、で寝屋川市の主催するダンスイベントとか結構あるの、うん、それはどんなイベントなんですか？それは結構いろいろ年齢を限定したこう作品発表のなんかお祭りみたいなのがあったりとか、はい、寝屋川祭りっていう結構大きい祭りがあって、はい、そこに舞台があって、で申し込んだらそこで踊れたりとか、はい、結構そういう発表の場がやっぱ多いからダンススタジオも多かったですね、はい、で寝屋川市自体も結構ダンスをで盛り上げていこうという、はい、そう勢いもあって、でそこで自分もダンス連盟っていう寝屋川市の連盟に入ってるんです。あ、さっき言った 4つの団体で、はい、今寝屋川市をより盛り上げようとして、ほう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 、ダンスを通じてみんなが元気になるために、うんうんうん、やってます。寝屋川ヒップホップ体操っていうのを作ってて、すごいですね、寝屋川ヒップホップ体操そうそうそうラジオ体操の、ヒップホップバージョンで、そうもうカウントって、あれですかね、こうアップダウンするとかね、あ、そうそうそう、そう、もういろんなジャンルが入ってて、で、それのルーツ的な部分も説明が入ったりとか、地域の名前が歌詞に入ってたりとか、ぜひ YouTube にあるんで、チェックしてください。そうですね、あともう一個なんですけど、今回、ここにはなっちゃうんですけど、10月30日に、TV テープ主催でブレイキンダンスバトルを開催します。でそちらね、アンダー15、32名限定なんですけど、あとは、ツノーツー年齢制限なしで32組ってコンテンツですね。そっちがメインなんですけど、サブコンテンツでなんと、ハンドムーブコンテストっていうのを行います。ハンドムーブ、ハンドムーブ。ね、手渡し隊で、あとでね、動画とかも出ると思うんですけど、ね、やっぱヨシさんのハンドムーブ、ストロングムーブっていう形でレペゼンされてると思うんで、ジャッジで見てもらいます。はい、ハンドムーブってこれ以外とこれとかってなんか他あるんですかね、なんか名前で言うと。まあざっくりやっぱハンドっていう括りだと、まあ、やっぱタートルクリケットがメインにはなるのかな、はい、まあグライド系、まあそうですね、ハンドグライド、まあでも多少ちょっと外れてもね、ストロングとか入っても、まあ、一応腕を使ったっていうくくりで見れたらと思うかな、うん、確かに幅広いね、僕もこのハンドムーブコンテスト日本でも全然ないですもんね。そう、何年に1回聞くか聞かんかみたいな。そう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 です。で結構盛り上げていきたいよね。はいはい、でテーピングに一番重要があるスタイルかなと思うんですけど。いや確かに、うん、でも、まあ、ハンドルームコンテストテーピング10あると思うんで、ぜひこれはエントリー制限が当日に来てもらえれば参加できます。はい、で料金とかね、インスタグラムの方に貼ってたりするんで、チェックしてください。 TV テープ、ね、インスタアカウントあるんで、そちらねチェックお願いします。マイケル踊ってくれたらプラス1ポイント。おー直ってないちゃんとダンスちゃんとダンスしてたんですね。でも巻いてください、はい、めっちゃ楽になるんで。ありがとうございます。で最後の質問なんですけど、まあ、これから そのクルーを作る子とかのために何かご意見とか感想をもらえたらなと思うんですけど、あ、クルーに思いやりがあるってことなので、うん、そうね、クルーやっぱ少ないと思うんですよ。そうだね、なかなか難しいよね。なんかやっぱり一番最初って何も分からへんし、うん、でこう、うん、まあ、それぞれがやっぱまだこう人として成長段階、はいはい、やっぱ若いだったりすると思うから、うん、なかなかやっぱこう団体でしかもこう好きなことをやってるから、みんな多分目指すところがバラバラやったりとかすると思う。あ、そこで漠然としてたりもするから、なんか具体性を持ってこう作った方がいいかなって。もう本当に楽しむチームだったら、じゃあ楽しいことをするチームとしてやっぱやった方がいいし、何かこう結果を目指すんやったら具体的にこの大会をやっぱ目指す、うん、っていうのを決めたら必要なことが明確になるから。ああ、はいはい、そうそうそう、やっぱ大会によっても結構特色が違うやんか。ダンスの評価基準って今ないし。あ、そうです、ないですね。で最近はそういう評価基準もちょっと出てきたけど、はい、でもやっぱそれだけじゃない部分がめちゃくちゃあるから、はい、その自分が勝ちたい何かその目標っていうのにこう寄り添う人っていうのがやっぱその大会の結果に関しては、だからそういうところをちゃんと目指してやらないと、結局その最終的にずれてしまう、まあ、バラバラになってしまう、はい、チームってやっぱ一つになっとかないといけないし、
そこでやっぱ歩みが乱れてしまうと、まあ、やっぱちょっと喧嘩したりとかもあるし、まあ、それは申し訳ない。確かにで、まあ、それを乗り越えてやっぱチームって強くなるから、だから最初のスタートラインだけちゃんと用意どんだけ合わせた方がいいかな。あ、漠然とうまいからやろうやでやると結局それまたどこ目指してそのやろうやでやったのか分からないから、あ、そうで結局抜けるとかも出てきちゃうし、絶対ね、そうそう、一人だもんね、一人だもんね、うん、だまあ本当にみんながちゃんとこの大会行きたいとか、はい、楽しいパーティーのイベントをしたいとかっていうのをちゃんと決めてたらみんながそれに向かって動けるから、あ、そうですね、そうですね、まあ、そこはめちゃくちゃ大事だ、うん、まあ、自分たちのスタイルをプレゼンするのもいいし、はい、それこそハンド系のチーム作っていろんな大会でハンド系やりまくって、それやばいっすね、ハンド系、あの盛り上がってめっちゃ思うでしょそれやってみたいっすね、それやばいっすね、なんかこう一個フォーカスだね、チームがあれば、そうそうそう、まあ、やっぱチームはクルーコードって言ったりするけど、はい、まあ、ドレスコードみたいな、こういう服装で来てください、はい、のクルーバージョン、このクルーはどういう雰囲気、どういうルール、なんかやっぱそういうのがあった方がクルーとして強いし見てて面白い。おー、海外とかやっぱそういうコード系の人が多いですよね、うん、なんかやっぱこうテーマがあるよね、そのチームごとのスタイルとか、うん、いや、ちょっとしなかったですね普通の質問でしたいい話聞いてもらった、いい話聞いてもらった、普通にこれからチーム作りたい人とかね、チームバトル来る、ね、少ないと思うんですけども、みんなこう人と関わる機会を増やしてチームもっと増えてるなと思います。はい、今回質問は終わりになるんですけど、はい、次からね、この TV テープのテーピングを使って検証動画を撮っていきたいと思います。では、今回質問コーナーありがとうございました。ありがとうございました。